トンネル内にある4号新宿線の分岐、千代田トンネルは、東京都千代田区にある首都高速道路、都心環状線及び、同4号新宿線の道路トンネルである。皇居の内堀に近いため、推定トンネルではなく水際トンネルとして危険物、積載車両の通行が禁止されている。1964年8月に開通。長さは1900メートル。 三宅坂ジャンクションの一部を構成している。本校では JCT とトンネルを本線上に挟む都心環状線とトンネル内及びその周辺で分岐する4号、新宿線の2つの路線に分けて記す内回りから通る場合、千鳥が口を橋梁で横断した後、トンネルに入る。高校には三宅坂 JCT の分岐予告の標識が掲げられている。 内堀通りのやや東に沿って進み、4号新宿線との分岐を過ぎると、国立劇場及び最高裁判所の地下を通る。4号新宿線と交流し、内回りは半地下部となり、引き続き霞が関トンネルに侵入する形となる。外回りから通る場合は、上記の逆となるが、4号新宿線との分岐は、半地下部ではなく、地上に存在する。 都心環状線へ通る場合、内部に JCT の分岐がある。都心環状線から中央道方面へ通行する場合、内回り新宿線のみがトンネルを経由するため、JCT の合流は高架上に存在する。ありがとうございます。